お疲れちゃんスロットです。マーケスワーク25日目やっていきたいと思います。さあ、ということで、そろそろもう負けそうですね。はい、怖いです。ということで、いつも通りやっていきたいと思います。まあ、もうユニレベも上がんないので、とりあえず宝箱回収して、でもこんぐらいですかね。はい。ということで、現在5746かな。うわぁ、もうすぐですね。6000まで、あとトロ300ないぐらい、まあ250ぐらいか。でも8000、9000、まあ9連勝すればね、6000いけるので、ちょっと6000ガチいきたいなと。で、ホグとね、ゴブリンバレルしかいません。でも本当にね、まあ使えるカードがやっぱ限られてるっていうか、まあ初期からレベル上げやすかったカードっていうので、マジでホグとゴブリンバレル、極まりにバルーンとかリババぐらいがいるかなって感じで、ホグバレルしかいないので、まあホグバレルだけ、どれか気合でね、倒していけば、上がるんじゃねえかなということです。さあ、今日もやっていきましょう。タワーレベル対戦では11と。多分12とか当たんないっすね。わかんない。当たってる人もいます。なんで、その辺の仕様はちょっとわかんないですね。さあ、墓石来た。いや、もう、しょっぱだからね、ホグ14は笑えないっすからね。うわぁ。これやばいね。ロケット押しがうざいのと、もしもね、ロケット押しのテスラのテンプレのね、クエイコグとかだった場合が、いやーちょっとめんどいよねっていう。よしよしよし。うっとうね。いやー公開ってうっと思ってんすよ。まあ、ザップでしたね、今回。ザップ、え、待って、やばい。うわーやば。ちょ、今の一発ガチで疑惑じゃないですか。いや、今の一発やばいな。マジやばい。いやー、ホグ一発、いやー、マジやばい。スケベいないんで、まあ、インドラ追加しておくっすね。わ、ガチでやばい、今の一発。いや、さすがに入らないよなって見てたんですけどね。うわぁ。これやってもいい気がしたな。じ、これ。で、相手もタワーレベル11だから、インドラが結構刺さる。さあ、キングとしたい。あぶねえ。いや、マジで、ミニペの一発でかすぎる。ホグは目がないと、ミニペ墓石。両方来たらピンチ。で、スケブがいたね。いや、クエがさすがに持ってないだろ。まあ、ここは美味しいと。あー、ザップ持ってたね。まあ、これなら、2回ザップ打てないだろ、お前。よし。で、スケブさっきもね、裏目だったんで、手前に。飛ばしてあげながらの、いや、マジで怖すぎ。いやー、これ確実に使っていこうか。で、ロケとかはないよなーと祈りながらの、いやー、美味しいですね。で、ホグ一発も入れたくないんで、スケまでやってカバーします。あー、テスラめんどいな、マジで。まあ、これはいいタイミングで。あ、ウッドが今んとこ出てないんですよね。ザップなんで、もうこれがあんたきついやろって話よね。いやー、ファイブを合わせてうまかったけど、まあまあ、悪かね。いや、悪かね。いやー、怖い、ガチで怖い。いやー、なんならもう勝った。あー、オッケー。いや、怖すぎるー。本気でね、もう14レベル、まあもう当たり前なんで慣れたんですけど、慣れたとはいえ、怖いね。なんかこう、一試合のうち、ほんの一瞬どっかはね、ピンチになるというか、ちょっと怖いシーンがありましたね。まあでもインドか、エレキ、やっぱ、いるっすね。エレキの再率が高いですね。まあなんかこの5000後半ぐらいになってくると、ホグ、ゴブリンバレル、まあ、エレキ。で、まあ、プリンス、バルキリー、ミニペのどれか1体は入ってるみたいな、そんな感じのデッキがね、多いですね。もうそれしかいないですね。さあ、次が58。エメ50ね。いや、マジでホグしかいないですね。まあ、今回の相手ザップだったんで疲れたっすけどね、ウッドだったらガチで終わってましたよ。本当に流行ってる。なんか JK がよくね、扇風機の、なんか電車の中で持ってるみたいな。もうあれぐらい流行ってる。うん。すげえ分かりにくいかも。バオーバブーさん、よろしく。さあ、墓石。てか、相手、感染いるんだな。フレンドの感染強。よい。いや、ウィザードか。あれはね、ぶっちゃけその、ファイブ打ちたかったんですけど、ガコムレ来たとき積むなと思って、一回割に帰って、ケツインドから行きます。うん、おー、いや、相手も落ち着いてくんのか。これ結構レアというか。珍しい方だと思うっすね。うわぁ、めんどくせ。痛い。いやぁ、ずる。
いや、こんなに、なんていう、ま、待ってくる、丁寧ですね、今回の相手。うまそうな香りがしてる。これ5来たら、ああ、そうですね。踏んで、いやー、これインドラさ、普通合わせたら強いんだけどね。相手がね、その、エレキとか持ってる時にやっぱ損しちゃうからな。いやー、これ5っていいだろ。これは神5だろ。よっしゃい。いやー、もう、ギチギチ。ニョキ？いや、メガナイト14がやっぱいいっすね。あの、僕のターンも低いんですけど、やっぱ相手もね、11ってなると、僕のね、14メガナイト、インドコウモリあたりが、まあ、インド12か。あたりがやっぱきつそうですね。うん。来ちゃうんで、そう、最悪、こういう時に行って。フェイフフェイフさあ、ということで、ペッカターンですかね。ペッカもね、成立高いですね。ペッカメガナイト。うん。で、そういえばザップだったな。あ、でもザップ打たれない。いやー、これ好きいらんかったっすね。で、エレキが来たように、来るかもように、低めに置いて、踏みます。よいしょ。いやー、これちょっと早かったかな、メガナイト出すの。ペッカに殴られちゃってる。まあでもこれはもう定位置投げ毒っすね。なんかこの辺になってから、なんだろう、ちょっと前まで、ローリングッド、うわ。ま？え？あー、なるほどね。カンストザップ、ワンパンされちゃうんだ。いやー、そういうことか。いや、なんか、多かったんですよ、今までウッドが。で、急に、今日ちょっとザップとかと当たってて、いや、お前ガブリンバレル来たら終わるやんと思ってたんですけど、なるほどね。もうザップでへし折られるわけね、僕の。あー、大事なカードはね。そういうことね。さあ、これちょっとエリキ早めにしばいとくか。で、しばきながらの、このままペッカもついでにしばいちゃって。これがね、ザップでいかれるっていうね。さあ、いや、強っ！ちょっと待って。あー、で、これで形組まれていかれるんだ。怖いね。気ぃつけなきゃね。ボスキャってよかったね、俺。さあ、ウィザードしばきながらの、いやー、これはまあ勝ったろ。これザップ回ってないサイクラなんですよね、今。だから、攻め5と組み合わせると、激アツなんですけど、一旦確実に。いや、踏む。オッケー。いや、ちょっと怖いんだね、やっぱ。いや、墓石置いとけば、あと相手の攻めが通んないっすね、今んとこ。やばい。動画、実写じゃないからわかんないけどさ、花粉で、あ、待って、ミスター、メガネどうしてもった。花粉でさ、もう、鼻がさ、鼻がっていうか、鼻水がガチで、ダラッダラって言ったら、違うんですよ。そこまで言ってないよ。もう、垂れてるぐらい。かわいくね。いやこれやばい。マジで。ハーリーだが、ガチやべ。本当に助けてほしい。全然ダメージ入らん、しかも。さあ、まあ、ここはインドでね、回収していきながらの、マジでさ、ザップワンパンちょっと強えな。いやー、全然攻めが通らん。で、エレキ持ってるでしょ。まあ、エレキが出てくる、いやー、これもうあれっすね。確実に、のんびりでもいいかもね。あ、これザップ回ってない。いや、行きます。うれぇ！よーい！これをね。さあ、まあ、手札ワークとかもね。まあ、何となくでもやっていけば勝てそうですけどね、まだ。この辺はね、いけそうです。さあ、5、300です。いやー、めっちゃ順調。やっぱタワーレベルは11と。いやー、で、トルネ持ちは多分ね、まだ当たったことがないかもしれない。みんなトルネをね、嫌ってるっすね。いやー、これはコウモリ攻めで使いたいんで、男の許容で。ネクロ、ウィザードがいなければコウモリはぶっ刺さります。祈り。いやー、これで高めペッカとか来たらうまいっすね、マジで。いやー、ザップ。いや、でも、さ、格上のね、バレルがぶっ刺さってるのと、ファイボであのエレキは飛ばないっすね。いや、踏める真っ込め出たー。メガナイトのね、範囲。まあ、今のは、つま先がちょっとぶっ刺さってたろ、おい。おい、勝ち確です。13でもコウモリもスケブも何でも飛ばせて、多分変わんないんですよね、その辺は。だからね、別にザップって頭回しでいいんですけど、乾燥してるってことはもうチンパンを極めてます。さあ、いっす。ウルトラレアトークンちょっともらえるんで、これも使っちゃうか、受け取るためにね。さあ、ワイルドカード5枚あるんで、これもインドラに使っちゃって、これで6でゲットして7になるっすね。ああ、じゃあインドラと3枚だ。
まあ、単純計算でいくと、次が、ここですね。はい、7000ぐらいでもらえて、その後が、8000でもらえるんで、もう一枚9000ぐらい。気持ち的に9000いったらもらえるみたいなね。8000いっても届きません。はい。ということで、インドのレベルはね、上がりません。セールが来れば美味しいですけどね。さあ、ターレベルは11、5830。5830、ここ行けば58の真ん中ね。うわ、ガチであっちいいな。ちょっと6000までもういっちゃいてえな。うわ。冷静に。ふぅ。じゃあ、やっぱメガナイトとか、ペッカが、感想わかるんですけど、この、他の、なんていうんだろう、サブユニットが感想っていうのは、あんまりこう、ない方なんで、ちょっと気引き締めていかないとやばいですね。あと、今回に限っては、普通にテンプレのペッカ工場。いやー、なんかあと、真ん中のこの位置の、マジアチャを出すってことは、なかなかにクララを知ってる。かつ、安っすね。レベルが高い。で、まあ、ザップがな、結構乾燥多いっすね、今回泣いて。ザップが乾燥してなければ、僕のゴブリンバレルは飛ばないんで、まあ、インドもコウモリもエレキとザップでしばかれるんで、あんま活躍できないっていうのはあるんですけどね。いやー、結構渋いの引いたっすね。ゴリゴリテンプレペック工場。これあれかな、今シーズンあんまやってなくて、久しぶりに今、マルチ回してるとかっていう人も、全然いるんで、そういう人を引いちゃうと、ちょっと危ないですね。いやー、これさ、ちょっと待って、おしゃれにファイブ決めようとしてんだけど、バカなの。あー、ザップのレベル高かったっす。地獄でした。いやー、マジか。今、踏まれ、ザップ打たれて分かったっすけど、高かったっすね。まあ、ここはさすがにインドで早くしばくっすね。うわ、これやばい。待って、一回俺喋んないっすね、今から。いやー、ちょっと怖い。喋っても良さそうな感じにはなった。いやー、まあバレルで結構攻めの、飛ぶかな？いや、危ねえ。なんで飛ぶかなって心配してんな、応援ね。飛ぶやろ。ここにザップ出して、早く。そうっすね。ここコウモリでいけると楽かな。いや、これマジアチャで射抜いてくるかな。でも、その居抜きは逆にピンチを招く。いや、うまい。なんで？ルミファイブしてる。買ったんじゃね？いやー、でいけー。いやー、これ、相手、最後、シャシャったっすね。昨日の俺やん。調子乗って負けるっていう、すべてをね、台無しにしてくれましたね。いやー、怖いね。なんかもうみんなある程度できるっすね。うまいっすね。さあ、5860! あっち。そしてなんとね、今、日付が変わったので、宝箱ね、もらいます。いや、ウルトラなぁ、もうちょっとお金に余裕あればなぁ、ユーノとか買いたいんですけどね。さあ、5900、うわ！はじめまして、タワーレベル12、こんにちは。怖いです、あなたが。非常に、ブラジリアンね。タワーレベル12初めて来ました。僕のタワーの HP 2400しかないんで、1000も下がります。はじめましてですね、2個上来ました。集中。さすがにこれはね。ああ、なるほどね。それは楽しいわ、クラロは。わかる。
いやー、やってんね、あいつそれ。いや、ザップ打たれなかったら熱い。打つな。祈るしかない。オッケー。で、一旦これは無理せずにステイ。で、いや、これは、飛ばしていいね。で、あっても、あー、別にこれはもう、2コス、3コスとかのウッドなんで、うわー、怖えー。はじめましてですよ。ターレベ12。やばいね。怖いね。うわー、これー。怖えー。まあ、今回今では多分もう逃げ切れそうな気がするんだけど、まあ、バルンガガムレレイジぐらいじゃない？ワンパンされんの。今回は頑張ればもう逃げ切れそうだけどね。肉上とはいえ。さあ、しっかりインドから入って、ファイブ打ちたくなるっすね。ああいうの。打たないっすね。うわぁ、めんどくせぇ。飛んでけ。うわぁ、なんかいい位置だな、バルーンが。なんかエッチなとこから飛ばしてきたっすね。インドラが、絶妙に届かないぐらいの位置からね。さあ、で、これはなんかうざそうじゃないこれ。なんか、ちっこいのがうろちょろしてる。やなめ外すんかい。さあ、いやぁ、ビビらしてきただけでしたね。ああ、メンタルも。そこそこにやっぱ、かわいいっすね。オッケー。さあ、ナイス。まあ、これで落ちないんですけどね。全コス使って。さあ。いやー、まあ、今回タワレベ12当たったんで、まあ、ほんと13、14がやっぱもう当たるっすね。いやー、待って、ガチでめんどくさい。最悪。これでさ、負けたら、昨日と同じ。昨日なんか調子乗って負けそうになって、あ、マジでもう、ほんとに調子乗りませんっていう、話をというか、学んだんですよね。調子乗らないって。やばい、早速調子乗ってる。え、ちょっとやばい、待って、しかもレイジしっかり入っとんやん。ちゃっかりレイジ。やばいやばい、マジで怖すぎ。マジで怖いわ。ガチで怖い。しかもタワーの HP、脆すぎるからさ。一瞬でいかれそうになる。いやー、怖えー。さすがにね。まあでもこれ、あれっすね、もしかしたら、タワレベ上になってくると、一本取った後も気抜けないかもっすね。うん、余裕でワンパンされるこれ。さすがにね、さすがにね、さすがにね。オッケー。いや、号泣か。いや、号泣届かないぐらいか。いや、でもタワレベ中に当たるんですね。やっぱ2個上、うん、ずっと当たりたかったんですよ僕は。そう、刺激を求めてたんでね。いや、これちょっと負け作がね、さらに楽しくなりそうですわ。ということで、ね、また次回6戦いきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。またにょん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 。